はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスター事情活動を続けていきたいと思います。前回ね、デスピサルを作りましたね。まあ、前回続きですけどね、メタルエリアでレベル上げながら終わってましたけど、疾風好き使えばね、メタル、はぐれメタル一撃で倒せますんで、ね。デスピサルのみでもレベル上げれっかな。まあ、こんだけ強気はね、もう先行けるんですけどね、余裕でね。行けると思いますけどね。ほら。もうメタルがメタルじゃなくなってきてます。経験値半端じゃないんで、レベル上げるのは容易でないんですけど、ね、ここ終わったら、今回ね、このパーティーでもいいし、ゾーマ入れてもいいし、なんか海賊がどうとかって言ってましたよね。あいつらがどんぐらい強いのかやってみようかな。ね、巨大モンスターも捕まえますけど、もう多分タイラントワームとか、楽勝だと思いますんで、ね、スカウト、できるモンスターで、またそれはそれで別のパートやろうかな。その時また作れるモンスターいますんで、ね。またプチメタルとかさ、あんなん捕まえてきて、ちょっと出来上がるモンスターがいるから、まあそれを作ったりとかもしたいしね。なんだけど、それ出てくるからね、普通にね、後で。もうバベルボブル超えちゃったんだよね。1回しかだってここ入ってないですよ。スキルやっぱマックスまで上げたいかな。全然だね、余裕だね。まあ、今回その海賊を下そうかなと思って、はい、メタルエリア終わりました。終わってあと雨降りのとこに行けば出てくると思いますんで、相手にびっくりさせてやろうか。ゾーマとデスピサロパーティー。今回スカウトじゃないからね。まあ、デュラン行った時からセーブしてなかったわ。まあ、前回の完全なる続きなんで。お、雨降りがないね。まあ、出たり入ったりすれば雨降りあるんで、多分、もうキャプテンクロー出てきますね。あいつ夜じゃないとダメなんかな。まあ、雨降り狙っていけば多分会えると思いますんで。開いた。断崖。さあ、どうだ。あ、出た。やっぱクリア後じゃないとダメだよね、こいつはね。ふわははは、また会ったな、カズボーよ。我が名はキャプテンクロー、七つの実を股にかけた海賊だ。今日はお前のためにビッグゲストを連れてきてやった。密林のギャングスター、キングレオさんだ。はい、キングレオさん。こんなもね、初ですね。あったのね。まっすぐ戦っていいっしょ。特殊ステータスだと思いますね、こいつは。2枠だね、あっちも。こっちも2枠いますけど。ガキに。1枠はね、2枠ほど強くはないかもしれないけど、そうとも限らないからね。バベルボブ出たらもう簡単すぎるもんね。おう、連続3持ってんだ。要は、まあ、これだと余裕だね。まあ、もう、いけんじゃない？ HP どんぐらいあるの？ 5！ 入れ替えることなかった。5って。はい。お、鋼の爪。まあ、全然余裕ですね。なんてことだ、キングレオさんがやられてしまうとは。手持ちの食い物を全て食わしてやったというのに。師匠、ここは退却だ、覚えてろよ。霜降り肉を持ってるからね。まあ別に使わなくていいから、まだ。
はい、密林が雨降ってます。出てくるかな。その前に闘技場ちょっと行って、景品とかもらえっかな、一回ずつ勝てば。ヒゲモジャの海賊が雨の日のお出かけできないモジャ。ちょっと聞いてくれ。あのキャプテンなんとかって海賊が新しい仲間を引き連れて現れたらしいと。あ、一回一回くれねえんだ。礼ならするぜ。だ、撃退もするけどさ。今回そこをちょっと完了させたいかな。完了した後に出来上がるモンスターもいいんだけど、まあそこはまた今度でいいっしょ。今度でいいか、できるか。できるな。作っちゃってもいいかな。とりあえず雨降りの場所を狙っていかないといけないんで。ね、絶対出てくるわけじゃないもんね。お、断崖。来ませんね。海岸は無理だろう。あ、出た。あ、海岸もそうなんだ。え、海岸って雨降らないの？え、ここも一応あれなんだ。大丈夫なんだ。我が名はキャプテンクロウ。七つの海を股にかけた海賊だった。だがお前に敗北した後、仲間たちは一人また一人と私のものから去っていった。これを機に海賊を辞めて新しい人生を生きようと思っている。だがカズボウ、お前がいる限り私に明日はやってこない。これで最後だ。お前を倒し私は生まれ変わってやる。キャプテンクロウ戦か？どうすかな？あらまあ、来ましたね。じゃあちょっとドーピングして倒させていただけますか。お、3000超えだ。特殊ステータス。まあ、こんな強くならないからね、こっちもね。HP は。頑張れ。もうあんたじゃ絶対勝てない。ただ HP が高いんで、もうさっさと倒しちゃいましょう。デスピサロがいて横にバベルボブルいる時点でね、2回作ったって確定だからね。この私が敗北しただと？お前は私に普通の人生さえ生きてはいかんというのか？いいだろう。そこまで言うならお前のもとで人生をやり直そうではないか。はい。無理やり仲間になった。 ようやくですね。これがランク A か？ S か？S か。え、これって制限ないんだっけ？交換に。キャプテンクロウ。待って、ってことは別データにあるな。え、持ってこれるんだったらゲストってつくよね。確かね、ジョーカー2からはね。なんだっけ？これ何しようってか、モズクか。やったもんじゃ。ヒゲモジャの海賊がとうとういなくなったもんじゃ。これで大好きなレインコートを着て雨の日のお散歩に行けるもんじゃ。よう、あんた、さすがだな。海賊ども追っ払ってくれたんだろ？何？自分の仲間にしまったって？ははは、それさ、傑作だ。あんたの太っ腹なとこも最高だぜ。とにかくありがとな。さあ、こいつは俺だ、受け取ってくれ。お！やった。そっか、そんないいものあんのか。買い物が安くなりますね、これはね。ということで、キャプテンクロウなんですけど、制限なかった？プロフェッショナルは確か S ランク交換できなかったけど、無印って交換できんだっけ？まあ、もう一個 DS か、ちょっと今試してみてもいいけど。それはいいんだけど、
カオスの始まりがオスでしょ。ペンキ王がオスメスだよね。あとは、あれ、あいつどこだ。火炎をオス。オスメス。あれ、ちょっと待って待って。多分できると思うけど。キャプテンクロー、あ、まあ、いいや。だから要は、ここ確か竜王じゃなくてもよかったと思うんだけど、なんだっけあれ。これを。ね。まあ、この配合でできますけど、白竜王2体でも多分できると思うんだけどね。一応なんだけどね、グレートドラゴンオスだったよね。ジョーカーマンやっててよくわかんだけどね。メスのせいか。あ、違う、火炎を。バブルキングになっちゃった。いやいや、消したくないのいっぱいあるな。できた。テンションアップ持ちだ。いいね、こいつね。テンションアップ持ちの HP 自動回復の竜王と、あとテンション持ちの、なんだっけ、ブラウニーとかでもいいよね。それでレティス捕まえに行ってもいいよね。なんだけど、まあ、これは出来上がるんだけど、今セーブしてないじゃないですか。ちょっと持ってこれんのかな。制限ねえわ。交換したんだけどさ、あれゲストってつかなかったっけ ?3 回ぐらい交換しないとさ、ゲストってやっぱりもらうやつか。もらったやつがゲストってつくのか、じゃあ。じゃああれ何だったんだろう。つかなかったやつはやっぱりなんか中古のやつは何かしら危ないデータはあるんかな的なものはあるけど、とりあえず今持ってんのがこうモズクって自分が捕まえたやつで、それで交換でキャプテンクローを持ってきたんだけど、どうやっけな、今こんな感じでね、自分の作ったものがいるんだけど、ゴールデンスライムも作ってね、それともらったキャプテンクローと配合して先ほどの利用ができる状態にはしたんだけどね。ね、ちょっと楽しみは後に取っておきます。ということで、行かなくはないんでね、絶対行くんでね、今後ね。ただ順番あるでしょ。でっかいモンスターも捕まえてないし。これでレベル上げて、配合して、リオを作って終わるか。で、テンションアップとか持ってるから、でっかいモンスター捕まえやすいんですよ、おそらくね。で、その後ろにゾウマクつけて回復でもいいかなとは思ってんだけど、どうなんかな ?1 枠の方がいいのかな。これでもう、半端じゃないレベルが上がるんで。
どうなんだろうな。吹雪アップとかじゃ、まあ、じゃあ上げなくてもいいような気するんだけど。まあ、3にはなるからね。3にしといた方がいい。勇気スキルも消したくないんだよな。今回ってなんだよ。今回ね、キャプテンクローですけど、手に入れてね、交換で持ってきましたんで、もう一体いいんだけどね。とりあえず、このゴールデンスライムと、ね、白竜王でいいよ。もうこの時点でね、ダブル S なんで、ここ、ダブル S って文字出てないですよね。ダブル S から作るからね。ダブル S じゃないモンスターから作ると、ダブル S ニューって出ますけどね。はい。あ、そっか、竜王スキルあんのか。竜王。勇気と神聖消したくないんだけど。キャプテンクローも残しときたいけどな。だってこれ全装備できんでしょ、これ。どうしよう。火炎ガードとかここでまず作ったのが。あー、これも消したくないな。どうしよう。神聖も消したくないな。勇気も消したくない。どうしよう。攻撃アップさんは絶対いる。しょうがねえか。火炎ガード SP、回復できないな。まあ、とりあえず利用できました。ちょめちょめ。メスだ。メス、あれなんだっけ？カザーブの右か。竜の女王の城だ。これなんだ？紫。紫。いや、違うな。なんだこれ、どうしよう。ワンオペ王女でいい。一人で仕事する王女様。ドラクエ1からもアレフガルドにしようと思ったけど、やっぱやめた。これは取っとこう。違う配合に使えるでしょ。だからどっちみち持ってこなくちゃいけないからね。面白いモンスターいるんだ、こうやって。ゾーマ。よし。あ、そっか。あいつ入れないとダメだ。ハーゴンじゃ、あ、レスピサロもそうだね。モンスターを捕まえに行かな。これがいるね。よし。回復キャラいないからね。はい。ということで、今回これで終わりたいと思います。利用できましたね。ということで、ゴールデンスライムとか作るの大変だったじゃないですか。ね。あと、竜王もね、まあ、竜王はそんな難しくないんだけど、魔王の使いとグレートドラゴンでできんだけど、ね、白竜王を作るのにね、メタルドラゴンと、グレートドラゴンでできるメカバーンと、あと、なんだっけな、ギガントヒルズとバズズかな。それでできるギガントドラゴンを配合して、メカバーンとギガントドラゴンで白竜王ができんだけど、まあ、多分、白竜王を、ゴールデンスライム、キャプテンクローでもできんのかな？もしかしたらね。ジョーカー1だったらそうなんだけどね。ジョーカー1は竜王いないんで、人間バージョンの。でっかい竜王はいいんだけどね、今作った。だから、白竜王だったんだけど、竜王白竜王でできるんで、まあ、ジョーカー2からの配合理論で今回作りましたけどね。まあ、あっちでもできんのかな？もしかしたらプロフェッショナルやった時に試してみてもいいしね。だから竜王は竜王で使い道あるけど、まあ、取っといてもしょうがないからね。パーティーに入れるんかっつったら、いや、入れねえなと思って。だったら配合で、4体配合で合わせちゃえばいいやと思ってね。持てるモンスターの数もあるんですよ。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回ね、この竜を使ってね、またやっていきますんで、よろしくお願いいたします。はい。ということで、やめようと思ったけど、攻撃モーションやっぱ見たいよね。せっかくなんで、まあ、これを使うんだけど、まあ、レベル上げるか。まあ、あいつも1個あったよ。あ、あったあった。よかった。2万2000ある、お金。メタルチケット2個買うけど、もったいないね。バイキルミンとかもなくなってきたからね。鉱石とかね、集めまくって売ったりすればね、お金になったりするんで、やっぱそういうこともやってんですよね、ちょこちょこ。それで今ね、ちょっと、ここの奥にさ、キングスライムいることも分かった。ほら。ね、あそこでキングスライム作ればいいな。モリモリスライムなんか作んなくてよかったわ。ね、あれも忘れてましたからね。だから、こうやってれば見つかるね、いずれは。はい、ちょっと長くなるけど、やっぱモーションが見たいんで、はぐれメタルあたりね、戦わせていただいて、まあ、スキル竜王を上げるしかないのかな。
レベル上げないことにはしょうがないからさ。作戦封じ。やっぱり今の感じでブレス吹くんかね。まあしばらく使うことになるかなと思うんですけど、理由をね。配合理論こんなん知ってなかったら絶対作れないからね。相性だ。はい、ということで、まあ今回ここで終わろう。ね。竜王もね、仲間入れたことですしね。まあ竜王と合わせて何ができるのかなって話になってきますけどね。あのメタボ的な話だと思いますけど、ね。それはまた今度やっていきましょう。まあ見れるでしょ。やってればね、攻撃モーションはね。これメタルいくんじゃねえだろうな。うわ、いったメタルいった。もう間違えたんだ自分。おお、残った。ということで今回ここで終わりたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。